ちは、りょう松本です。今日は、家の中をうろうろしていたら懐かしいものを見つけたので見たいと思いました。それが卒業文集です。中学校と高校のやつが見つかりました。小学校のやつは見つかりません。懐かしいね。卒業文集、道って書いてありますね。これ道、この前にこう一本とつけたいですね。この一本とつけたい、この前に、この道の前にこう一本とつ、何書いたかな、全然覚えてないんだけど、中学の時だからね、懐かしいね。中学は楽しかったな。おこれかな。じゃあ僕が何を書いてたかちょっと読む。僕の中学校生活はとても楽しかったです。いろいろありました。でも小学校の頃よりもいろいろなことの範囲が広がり、少し自由になった中学校生活でした。でも一番思い出に残ったことは、いい仲間がたくさんできたことだと思います。その仲間のおかげで、何よりもどんな行事よりも普段の生活がとても楽しくて思い出になりました。またその仲間が集まればつまらないなんてことはありませんでした。1、2年生の時は本当に遊びまくっていました。週末に遊ばなかったことはないくらい遊んでいました。しかし3年生になると、受験があったのでそうとも言ってられず、遊ぶ回数が激減しました。だから毎日の登校こそが楽しい、面白い気持ちにさせてくれるものになりました。勉強はとても大変でしたと書いてますね。いいこと書いてますね。僕は他の連中のしょうもないことしか書いてないっすわ。修学旅行とかね、京都に行って金閣寺を見たとかね、そんなことしか書いてない中、僕はもうこの15歳にしてね、若干15歳にして、この仲間が、いい仲間ができたことが一番良かったですっていうことを中学校生活で一番の思い出として語ってるっていうところに、やっぱこの時点で一つ差が出ているというふうに思いましたね。このもうみんな修学旅行、まあ部活は僕も書いたっすけどね。修学旅行ね。まあまあまあしょうがないでしょう、皆さん。そんなもんです。まあでも本当にね、中学校の時はね、楽しかった思い出がたくさんあってね。本当この書いてる通り、いい仲間が、いい友達がに恵まれまして、今も付き合いがある。もう10年くらいかな、約ね。10年近い付き合いですよね。中学10年前だもんな。中1って13歳で入ってくるもんね。10年前。うわー、マジか。次、高校。高校がね、僕はこれね、あんま卒業文集も開きたくないくらいね、高校はね、僕にとってはだいぶ、この暗黒時代というかね、暗黒時代って言ったらあれだけど、楽しくなかったんですよ。全然、本当に、高校は。楽しい思い出あんまない。からね、高校の友達とかいないんだよね、正直。見たくない感じがする。見てるとちょっと、まあ、懐かしいっていう気持ちあるけど、なんかこの辺がこうムカムカしてくる。楽しくなかったね、そんなに。闇深かったね。もう俺の心に闇を落とした時代だから、この3年間っつうのは、高校の3年間っつうのは。でもこの卒業文集見るときってさ、これ多分みんなあるあるだと思うんだけどさ、絶対なんかパンチラがないかとか見ちゃうよね。絶対ないんだろうけど、多分ないんだろうけど、こうなんかの表紙にちょっとこのラッキースケベがないかとかちょっと見てしまうのは僕だけではないでしょう。あんまりいい思い出がないけど、でもそれ、そのなんていうかな、苦い思い出というか、高校時代にこの味わった気持ち、経験は非常にいい、今となったいい経験だったなっていうふうに思います、とても。なんか高校生にしてすでになんか人間関係の煩わしさみたいなものをこう感じてたからね。
幸か不幸か。なんかさ、卒業文集とか見てるじゃん。そしたらさ、その当時はさ、別にさ、あ、可愛いと思ってなかった子とかさ、あ、かっこいいと思ってなかった子でもさ、こうちょっと時間経って大人になってから見るとさ、あの子可愛かったのか実はみたいに思えてきたりさ、あいつ実はいい男だったなとか、なんかそういう風な新しい発見があるよね。まあでもパンチラはないかな。太ももくらいだったらちょっと見えてるのあるけど、しょうもないしな。まあいいや、そういう見方はやめましょう。そういう見方してるけどね、こうどっかのどっかのページがこうくっくっ刈りついちゃってみたいなことないから、それは本当安心してほしい。でもさ、一つ思うんだけど、高校時代とか JK とさ合法的に付き合えるのってさ、高校生しかいないんだよね、この世に。その事実わかるかな。女子高生と付き合えるのって女子高生と付き合えるのって男子高校生だけだからね、基本的に。いやー、その事実だよね。じゃあ最後に僕の闇の深さを表した写真をちょっと最後に見せようかな。これです。これだいぶ闇深いよね。なんかこの心とかに抱えてた闇がね、全部この髪型に幸せがいってしまったんだよね。この髪型だいぶ闇深いでしょう。ね、もうそのストレスとかが全部ここに行ったんだ感じだよね。これを見ていただければもうこうお分かりいただけるだろうかって感じだけど、闇深いわ。うん、だいぶ闇深くてね、すごい親とかにも心配されたからな、どうしたのその頭っていう感じで。うん、まあただ当時の環境がねそうさせたんで俺に。まあちゅうわけでね、まあ、しょうもなかったかもしれないけどね、久しぶりにね、あの卒業文集見るとね面白いよ。いろんなこう思い出とかがね蘇ってきてね、暇つぶしになる。だからね、実家に帰ったりね、実家に住んでる人とかね見た方がいいと思う、たまには。そうするとね、もしかしたらこうラッキーなスケベがあるかもしれないから見た方がいいと思う。ではまた、バイバイ。実はいい男だったなとか、なんかそういう風な新しい発見があるよね。まあでもパンチラはないかな。太ももくらいだったらちょっと見えてるのあるけど、ね、しょうもないしな。まあいいや、そういう見方はやめましょう。そういう見方してるけどね、こうどっかのページがこうくっくっ刈りついちゃってみたいなことないから、それは本当安心してほしい。でもさ、一つ思うんだけど、高校時代とか JK とさ合法的に付き合えるのってさ、高校生しかいないんだよね、この世に。その事実わかるかな。女子高生と付き合えるのって女子高生と付き合えるのって男子高校生だけだからね、基本的に。いやー、その事実だよね。じゃあ最後に僕の闇の深さを表した写真をちょっと最後に見せようかな。
これです。これだいぶ闇深いよね。なんかこの心とかに抱えてた闇がね、全部この髪型に幸せがいってしまったんだよね。この髪型だいぶ闇深い事象ね。もうそのストレスとかが全部ここに行ったんだ感じだよね。これを見ていただければもうこう分かりいただけるだろうかって感じだけど、闇深いわ。うん、だいぶ闇深くてね、すごい親とかにも心配されたからな。どうしたのその頭っていう感じで。うん、まあただ当時の環境がねそうさせたんで俺に。まあちゅうわけでね、まあ、しょうもなかったかもしれないけどね、久しぶりにね卒業文集見るとね面白いよ。いろんなこう思い出とかがね蘇ってきてね、暇つぶしになる。だからね、実家に帰ったりね、実家に住んでる人とかね見た方がいいと思う、たまには。そうするとね、もしかしたらこうラッキーなスケベがあるかもしれないから見た方がいいと思う。では、高校の3年間っつうのは。でもこの卒業文集見るときってさ、これ多分みんなあるあるだと思うんだけどさ、絶対なんかパンチラがないかとか見ちゃうよね。絶対ないんだろうけど、多分ないんだろうけど、こうなんかの表紙にちょっとこのラッキースケベがないかとかちょっと見てしまうのは僕だけではないでしょう。あんまりいい思い出がないけど、でもそれ、そのなんていうかな、苦い思い出というか、高校時代にこの味わった気持ち、経験は非常にいい、今となったいい経験だったなっていうふうに思います、とても。うん、なんか高校生にしてすでになんか人間関係の煩わしさみたいなものをこう感じてたからね、幸か不幸か。なんかさ、卒業文集とか見てるじゃん。そしたらさ、その当時はさ別にさ、あ可愛いと思ってなかった子とかさ、あかっこいいと思ってなかった子でもさ、こうちょっと時間経って大人になってから見るとさ、あの子可愛かったのか実はみたいに思えてきたりさ、あいつ実はいい男だったなとか、なんかそういう風な新しい発見があるよね。まあでもパンチラはないかな。太ももくらいだったらちょっと見えてるのあるけど、しょうもないしな。まあいいや、そういう見方はやめましょう。そういう見方してるけどね、こうどっかとのどっかのページがこう刈りついちゃってみたいなことないから、それは本当安心してほしい。でもさ、一つ思うんだけど、高校時代とか JK とさ合法的に付き合えるのってさ、高校生しかいないんだよね、この世に。その事実わかるかな。女子高生と付き合えるのって女子高生と付き合えるのって男子高校生だけだからね、基本的に。いやー、その事実だよね。じゃあ最後に僕の闇の深さを表した写真をちょっと最後に見せようかな。